もう一回聞くで。はい。じゃあおかんはお前をなんて呼ぶね。誰にたんやろな。おかんはお前をなんて呼ぶ。お前やな、お前誰にたんやろな。どっちか言ったらおかんかな。会話になっとるかな、お前。弟子にしてもらえませんか。ええよ。いった徳川です。マキです。早く話した方がええのは確かやねん。でもお前はそれができへんのやろ。そんなお前にしか作られへん笑いが絶対あるんやで。神谷さんは自分がおもろいと思ったことに背いたことはない。徳永君、何を祈ったの。芸人として売れることですよ。お前神谷さんの影響を受けすぎなんちゃうか。神谷さん別に売れる気ないやん。お前に神谷さんの何が分かんねん。神谷もう首回らんぐらい借金でかなと思うとんねん。神谷さんどうでした。僕らのネタもっと徳永の好きなように面白いことやった方がええんちゃうかな。夢に近づけば近づくほど離れていく二人。ごちゃごちゃ文句言うんやったら自分がオーディション受けてテレビ出て面白い漫才やったらいいですやん。捨てられることだけを誇らんといてくださいよ亀屋さん。体に気をつけてね。笑いに魅せられ才能に葛藤しながらもがき続けた二人の10年間。火花。